ありがとうございました、伊集院さん。1ヶ月間楽しくお話ができました。こちらこそありがとう。とても楽しかったよ。これ俺たちからの差し入れ、荷物になっちゃって悪いけど、みんなで食べてね。ジュピターの皆さんから？こんなにいただいてもよろしいのでしょうか？もちろん。直接仕事できる機会は少ないけど、ナムコプロはライバルであり仲間だと思ってるからね。お互いトップアイドルになれるよう、これからも頑張っていこう。はい、またお会いできる日を楽しみにしています。それじゃ、またお会いする時まで、チャオ。アイドルマスターミュージックオンザネイティ。この番組は日本コロンビアと全国のプロデューサーさん、エンジェルちゃん、エンジェル君の提供でお送りします。皆さんこんばんは。そしてチャオ。アイドルマスターサイド M、 伊集院北斗役の神原大地です。皆さんこんばんは。アイドルマスター木更木ちゃん役の今井あさみです。はい、いよいよ、はい、私のマスターソング会が寂しいです。始まってしまいました。ありがとうございます。始まるのやめませんね。やめたいですよ。やめたいですよね。でも聞きたい。ありがとうございます。もうずっと今井さんといたいし、ね、そうなんです。始まる前もね、ちょっと普通にみんなでおしゃべりとかしてとっても楽しくて、ね、いや本当に止まらないぐらいね、いっぱい話しちゃったりとか、うん、あとこの番組、あの最初にこう寸劇あるじゃないですか、うんうん、これもね、なんか犬見のこととかもいつも大事にしてくれて、うん、あのね、今回もこうナムコプロとジュピターとか、確かに、ね、出してくれて、なんかこんなにいただいちゃってって、本当にリアルにいただいちゃったんですよ、うん、僕今日最後なんでって、はい、お菓子いただいたり、いやでも僕も今井さんからどうぞっていただいちゃって、はい、そうなんです、いただき合いもってね、もうなんか予知無かなぐらいのね、この本当そうですねいや本当にありがたい、皆さんに支えられた2ヶ月間でしたが、素晴らしかったです、はい、本当に。というわけで、はい、今週は神原さんのマスターソングをたっぷりとお届けしていきたいと思うんですが、はい、もうあの本当お話たくさん聞きたいんで、早速1曲目お願いいたします、うん、はい。アルテッシモ、ダブル、フレーム、サイ、新速一根、セム、ザ、コガド、レジェンダーズでライブインアスマイル。エモエモ寄りのエモ、ありがとうございます今井さんもなんか大好きになっていただけたようで、 いい曲ですよね。サビでカット盛り上がるライブインアスマイル、そうなんですよ。これサビなんかもこの L の文字みたいなんかをこうちょっと指でやってこう回しながらこうサイズギューンってこう出していくような振りがあって、これあのフォースライブの SSA でやったライブの時に、あの僕実はこの歌唱のメンバーにジュピター入ってないんですけど、あのそのライブで歌わせていただいて、すごい大変ではあったんだけど、うん、めちゃめちゃ曲を覚えるのが楽しかったり、歌うのが楽しかったり、でこのフォースライブって2日間あって、あのライブインスマイルが、やったのってデイ1の方 で、で僕デイ1って、ソロとか、ジュピターとして出ていたわけじゃなかったんで、そうなんですよ。こういう全体曲とか、そのメンバーで固まってやる曲だけの出演だったんですね、そうなんです。でも多分あの北斗が好きだなって見に来てくれた方からすると、多分もうちょっとデイワンって北斗の出番があってもよかったかなって思う人もね、いたんじゃないのかなと思っていて、でもやっぱりそのライブのコンセプトであったりとか、自分自身のキャパシティとか、やっぱいろんなの加味すると、デイワンでこう出せる曲って、こういうライブインスマイル含めて、なんかその時の全部だったんで、じゃあその中で何ができるかなって考えた時に、この曲をフォースまで歩いてきた北斗が、こんなに楽しく明るく歌ってんだよ、ちょっとクールな北斗じゃなくて、そうなんですよ。あとなんかこう、指を差し出す時とかに、実はウィンクしたり、首をこう傾けたりとか、そう細かくその見せられる曲とかの中で、その喜んでもらえるように、なんか北斗であるようにっていうのをいろいろ試行錯誤した曲だったので、なんていうんだろうな、全てのこうライブがどのユニットとかどのアイドルにすごい見せ場があるって限ったわけではなかったりするんだけど、なんかその中でやっぱりこうできる限り、自分のアイドルが輝くようにというか、試行錯誤してやってるところを知ってもらいたいなっていう意味も込めて、泣いちゃうんだけど涙腺弱嬉しい。やっぱそうだよね。なんかナムコだとどうしても人数が少ない分、あの2日間出ててもそれなりに見せ場をいただけることがあるけど、他のグループ見てると人数も多かったりするからさ、そういうなんか悔しい思いとかもね、きっとあるんだろうなっていうのは思ってたけど、その1曲とかに入魂でね、そうなんです、
いやありがたい。ちょっと動画見たくなった。そうぜひぜひ見てください。ありがとうございます。いやちょっと今日はこの後まだまだあと4曲もありますからね、はい、一体どんな話が聞けるのか、はい、2曲目お願いいたします。はい、クラスファーストで We are the one。 You know we're here so now。もうクラスファーストから選ばれましたね。そうなんですよ、かっこいいユニットですし、うん、あのゴードライブでも、うん、あの例えば平田さんが僕に任せてっていうところ、うんうん、ギャーみたいな歓声が上がったりとか、ずるかった、すごいっすよ、いいなクラスファーストって、うん、一番そのサイド M の中だと新しく出てきたユニット で、ね、うん、で最初にこうクラスファーストそのものっていうよりは、うん、なんかユニットが増えるよっていう話をした時に、うん、あの正直ねちょっと僕もやっとしたところがあったんです。あ、そうなんだ。そうなんです、うん、でそれはなんか例えばその全部のユニットが今きちんとなんか焦点がもう満足できるぐらい当たってるかっていうと、確かにそうだ ね、 なんかねそこがまだもしかしたら十分じゃないかもしれないなっていうところがあって、うん、でやっぱその中でユニットを出して、うん、なんか大丈夫なのかなと か、うん、なんか その分ね回りにくくなったりとか、なんか今出す意味って何なんだろうなとか、うん、ちょっとそういうところで自分でもやっとした意味があったんですけど、うんうんうん、でもなんかそういうのを全部こう覆してくれたのってクラスファーストの3人で、うん、その一緒にこうライブ出るときに、うん、ダンスとか練習してる動画が同じこうホルダーとかにも上がってきて、うんうん、めちゃめちゃ回数やってるんですよ。頑張ってたね。ものすごい回数やってて、ですごいなって思いつつ、うん、一緒にゲネになったときに、うん、もうゲネってやっぱこの本番の1週間とか2週間前ぐらいにこうやったりするときに、うん、その段階でもう仕上がってて、うん、でやっぱりそれって自分たちがファーストとか、うん、最初にこう臨んだときに、うん、その本番をピークに持っていくやり方とかがよく分かんなくて、うん、もうシャニムにいつ来てもいいような、うん、いつでもピークみたいなやり方してる時の自分たちをすごい思い出して、うん、やっぱこういう姿もすごく大事だよなって思って、刺激になるよね。そうなんですよ、うん、なんかそれとやっぱこう見ててものすごい完成度でこれ負けられないなってやっぱ思わせてくれたから、うん、あのやっぱそういう意味でもクラスファーストの3人の努力とかものすごかったし、うん、でライブ行ったらやっぱクラスファーストのもううちわとかね、こういっぱいこう持ってきてくれて応援してるプロデューサーさんとかもたくさんいたので、うん、そういうのも含めてもう今欠かせないサイド M のメンバーになってくれたので、うん、紹介したいなと思いました。なるほど、いや、はい、そう思うな。やっぱりねこう新しくメンバーが入ってくるって、うん、うちはもう昔に2回あったけど、うん、なんか今ね結構どのグループも一度は通る道みたいにはなってるからね。そうなんです。この経験って本当に刺激になるよね、はい、なります、なります。なるほど、だからクラスファーとか1曲だったんですね、はい、そうなんです。さあじゃあ続いての3曲目は、はい、ドラマチックスターズ、ジュピター、バイト、ハイジョーカー、カフェパレード、モフモフ園、フラックスでドリームジャーニー。こちらも最初にあの紹介したライブエンスマイルと一緒にフォースライブとかね4周年とかのその記念の一つの曲、あれセットの曲ね。そうなんですよ、なんですけども、一つはさっきのクラスファーストも含めて全部のユニットの名前を今日言いたかった。やだ、もう優しいかよ。サイスターっていうアプリが、うん、まあ、今回その終了しますっていう報告があって、うんね、サイド M が全然終わるわけではないんだけど、うん、でもやっぱり嬉しいかって言ったら寂しい気持ちになってね、それは正直なところだと思っていて、うん、なんかそういう気持ちを持ったプロデューサーさんやエンジェルちゃん、うん、エンジェル君、ね、に対してなんか一つ気持ちをなんかこう歌から届けられないかなっていろいろこう考えた時に、うん、このドリームジャーニーの曲がすごく頭に浮かんできたところがあって、うんうん、あの歌詞全部って言えば本当そうなんですけど、うん、やっぱりこれから先もなんか今まで歩いてきた道とかは、うん、みんなと一緒になんかこう連れて行きたいなと思ってますし、うん、なんかそういう歌詞がすごく刺さるところとか、うん、2番のサビとかはあのいつだって望む場所へ、願ってきたその場所へきっと飛べるチケットがあるよっていうのは、うん、そのまだ全然みんなチケットを手に握りしめていて、うん、そのみんながこれからサイド M のどういう夢をそこにこう書いて行き先を決めていくかってまだ全然みんなで決められるので、うん、なんかそういうみんなでまたこう前に進んでいきたいなって旅をしていきたいなっていうなんかそういう気持ちをなんか今回伝えたいなと思って、うん、あの選ばせていただいたっていうところが、ね、あるんです。いや
一言いいですか、うん、はい、北斗がカンブラ君でよかった、はい、いやありがとうございます、染みますそうなんですよね、やっぱりこうみんなで歩いてきて、うん、やっぱそこのところがすごく大事なんだと思っていて、うん、なのであの今回ねあの、うん、このサイスターが終わりますってなった時に、うん、あのこう説明を、うん、バンナムの方がわざわざこう自分のとこ来てくれて、うん、なんかこうさせてくださいみたいにこう言った時にあのいろいろこう自分からも話したんですけど、うん、なんかその一つがあの例えばあの今回ロードマップっていうのがこの前紹介されたと思うんですけど、うん、まあ、そこで新しくストーリーの提供しますとか言ってもらった時にも、うん、あの僕がやっぱりアプリが変わって、うん、またこう例えばプロデューサーさんと会えたりとか、うん、今までもあったけど、うん、一回なんかそれを嘘にしないでほしいと伝えて、うんうん、だからその今後まだちょっとどうなるかって僕もどこまでかって分かんないですけど、うん、あの今までのプロデューサーさんの出会ったアイドルとの出会いとか、うん、そういうものが嘘にならないような形、うん、ちゃんとそれが思い出として残ってストーリーを読めるような形で、うん、あの進めてもらうように僕の方から一応伝えてあるし、うんうん、今紹介されているロードマップ的には多分そういうところをやってくれてるんじゃないかなと思うので、うんうん、だから安心してなんかプロデュース続けてほしいなってい う、 そうだ、ね、うん、なんかそういうのもね一緒にこう伝えたいなと思いました。確かに私もねナムコの時代をいろいろ振り返ると終わってきたコンテンツとかももちろんたくさんあるから、はい、そういうのも考えると寂しい気持ちは、ね、はい、今ちょっと、ね、今一回幕を下ろすけれども、はい、また新たなね形で皆さんとね、はい、時間を紡げたらいいですよね。本当にその通りです。じゃあこの番組も第2幕開始です。次の曲お願いします。はい、ジュピターでインナーディグニティ。はですね、まあ、ジュピターの、うん、まあ、一番最新の曲の一つではあるんですけれども、うん、あの昔その今井さんも多分ご存知のアリス・ワ・ギルティ、クソリですけどこの間カラオケで歌っちゃいました。あ、本当ですか。はい、番組のカラオケで歌っちゃいました。いや、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。クソリです。逆に聞きたいな。大好きです。そうなんですよ、なんかその初期のジュピターのかっこいいイメージを今のジュピターが歌ったらどうなるんだみたいな形で、うんうん、作曲家さんとかも同じ方にお願いして、うんうんうん、でまあ、今風の曲に私たちも変えたところで歌わせていただいて、うん、なんでその実はこれ歌詞とかも僕歌っている時はあんまりこう深い意味を込めすぎてないというか、アリス・ワ・ギルティってこうかっこいい良さに振り切っている曲なんで、ね、うん、一個一個の曲のその歌詞をなんて言うんだろうな、すごく読み解くっていうよりは、うん、かっこいい方に振り切っても歌い切ってやるぜ、うん、みたいな感じなんですけど、なんか今のそのサイド M とかのこの元凶とかを見ていると、うん、逆にこの歌詞がなんか最近僕刺さってきて、へー、そうなんです、なんか確かにな、ジュピターは逆境の3人組だもんな。そうなんですよ、そうなんです。うもうね、お疲れありがとうございます、負けないそうだった、そうなんですよ、うん、でもなんかこう世間的にサイド M 大丈夫かなみたいな、うん、なんかこれからどうなっちゃうか、不安をね与えちゃったよね、この春は。なんかそこのところがすごくあって、うん、なんかそうみんな、うん、なんかそういうサイド M 大丈夫かなっていうこうバイアスがかかってしまうんですけど、うん、これ歌詞にうざいバイアスを振り払えみたいなのあるんですよ。そうなんですね、予知してたのかな、作詞のもう全然負ける気ないし、うん、確かに何も諦めてないし、うん、でそうだね、そうです。でこれね、僕今日選んだのは、うん、これを聞いてるプロデューサーやエンジェルたちに、うんうん、心に火をつけてやる、ディグニティって言いに来たんです。うわしかもこれあの 3D ライブ の、うん、あの MV ミュージックビデオが、うんうんうん、最近ジュピターのやつがこの曲が公開されて、バチバチにジュピターが、うん、あのアイドルとして歌って踊ってる姿が見られるんですよ。あ、もうそれはもう本当にメッセージだね、はい、そうなんです、うん、このミュージックビデオ見てもらえる、他のあのサイドMのアイドルの部分もあって、うん、めちゃくちゃかっこいいし、こっからね、なんかこう、うん、ライブって僕たちがこう生身でやるんじゃなくて、うん、そういうライブももしかしたら今後出てくる可能性が最近出てるじゃないですか。そういうアイドルそのもののかっこよさ、新しいサイド M の楽しみ方を着手することができるいい機会だと捉えれば、はい、そうなんです、それジュピターは走り抜けますよ。そうなんです、今まで誰見てきただろジュピターを、もう何度復活してきたか。そうなんです、間違いないわ。そうなんです、うわ震えます、火をつけてやる、つきました今ありがとうございます、間違いないですね。いや、これは全アイドルマスターのコンテンツに対するメッセージでもあると思います、はい、本当に今日はいい
言葉をたくさんありがとうございました。いえ、とんでもない。ありがとうございます。この後はアイマスニュービートです。アイマスニュービート。このコーナーでは新曲や新情報を中心にご紹介していきます。今回は来週5月31日に発売のアイドルマスターサイド M 49 Elements 11 レジェンダーズからエクリプスオブザハート。レジェンダーズでエクリプスオブザハートをお聴きいただいてます。はい、もうあのレジェはですね、いつもこう、うん、冷静と情熱がなんか曲に入り混じってるみたいな感じで、うんうん、クールだけど、うん、なんかその内側にメラメラ見える、うん、なんかこう青系統がすごい感じるような曲調がすごく多くて、うんうん、今回もやっぱりなんていうの、静かなんだけど、うん、全然なんか冷めてない感じがものすごくあって、うんうん、なんかこの3人のかっこいい歌声がまたこう重なってみたいな、うん、なんかすごいこうかっこよさのゴンゲみたいなね曲になってますね。はい、というわけで同じく49 Elements 12新速1個も5月31日に同時発売でございます。2つとも合わせてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。アイドルマスターミュージックインザネイト。さて、名残惜しいですが、はい、本日最後の曲となりました。はい、サイド M のアイドルたち、そして関わってくれたスタッフの皆さん、そして一緒に歩んできてくれたプロデューサーやエンジェルのみんなに気持ちを届けたい曲にしました。歌える人は一緒に口ずさんでね。最高オールスターズで Take a Stamp。 今のある最高プロのユニット名が叫べるっていう、声出しライブ。そうなんですよ。わお、やっぱり一緒にね、なんかこうセムとか ね、ファーストみんな言ってほしいな。言いたい ね、ここ何年間かね、なかなか声出しライブができなかったから、はい、なんかそういうところも含めたりとか、うん、その各ユニットの特徴もね、一言ずつちゃんと入っていて、うん、なんか最高プロってこういうユニットたちなんだって、うん、他のブランドのみんなにも知ってもらえるような曲かなっていうところと、あとなんていうんだろうな、自分のマスターソング界で何紹介するかなってすごい悩んだんですけど、うん、ゴードライブとかいろんなイベントとかで僕最近結構いろんなやっぱブランドの方と関わらせていただいて、うん、今回の今井さんとか、先月までの中村敦さんとか、うんうん、やっぱミリオンのこともすごく好きになったし、うん、シャニーのことも、ね、シンデレラもみんななんか知れば知るほどすごい好きになって、うん、分かる。そうなんですよ。本当はなんか全ブランドから1曲ずつ選ぼうかなって思ってたんですよ、うん、でもやっぱり今一番自分が優先したいのはやっぱサイド M だから、今回サイド M で全部紹介したいなっていうところで、なんかで最後にやっぱりこう全員が出てくるこの曲だなっていうところがあって、なんか最後の曲がこうテイクアスタンプでオールスターっていうところで、そうだね、はい、この曲もやっぱりその再スターっていうものの1周年の曲だったので、なんかこういうすごい素敵なプレゼントをくれたアプリだなと思います。そうだね、ナムコプロでいうマスターピースとか、うん、最近だとミリオンのクロッシングみたいな10周年の記念曲みたいな、うんうん、ああいうのも僕いずれはやっぱサイド M に欲しいなってすごい思ってるんですけど、うんうん、でもなんか今じゃなくてもいいのかなっていうのもあって、うん、例えばそうなんです、この曲ってなんかそういう記念曲とはまたちょっと違って、うん、まだまだ通過点だぜっていう、うん、だからどっかにたどり着いたんじゃなくて、まだ全然たどり着いてないから、うん、みんなでこう肩組んで走っていこうぜっていう、なんかそういう曲で、うん、ちょうどそれが今の自分の曲とか、うん、なんかサイド M のみんなになんか伝えていきたいところとすごいマッチしてるなと思って、うん、そうだね、新しいチャレンジをスタンプとして刻みつけてるわけだ。そうなんです、間違いない、まあ、いいこと言うな今から、ありがとうございます。いや、その気持ちは今日の、はい、本当に川村さんのマスターソング特集で、はい、こう多くのプロデューサーや、うん、エンジェルちゃんたちに間違いなく伝わったと思うし、はい、このタイミングで、ね、川村くんがこの番組のね、うん、MC を務めてらっしゃるのにも、はい、きっと神様がくれた意味を感じますよね。そうなんです、うん、きっとみんな喜んでると思います。嬉しい、いっぱい伝わってほしいな、うん、はい、というわけで本日は神原さんのマスターソング特集お届けしました。なんかいろんなことを今日伝えましたけど、うん、その
再スタンが終わるってなった時にスタッフさんがすんごいなんか暗い顔して説明に来てくれたんですよ、そりゃそうだよ、そうなんです。でもなんかなんて言うんだろうな、なんかそれってすごい素敵なことで、やっぱりそのサイド M を自分事としてなんか捉えてくれてるなっていうところがあるから、確かに、なんか僕も今日ここの番組でお話ししたようなことを全部お伝えして、なんかそのいい形でこれからも続けていってもらいたいって、自分も協力するしっていうところをお話しして、で今回その発表されたロードマップとか、やっぱり自分がちょっとお話ししたようなことをもしかしたら反映してくれたのかなっていうのもたくさん入っていて、なんかそうやってすごくこう頑張ってくれてるから、なんかこれを聞いてくれてるプロデューサーさんたちもなんかさ、なんだろうな、こう演者とそのバンナムさんとかとプロデューサーさんとまた一緒になんかみんなでこう手を取ってサイド M とかアイマス全体をね、なんかそういい方向に連れてってほしいなと思って、なんかそういうところも含めてなんか今日お話ししたいなと思ってきました。確かに私と神原くんのね願望でもある千早と北斗のも絶対コラボも実現してませんから、はい、石井さん作曲でお願いします本当そうだよね、だからこういう縁っていつまでも大事にしていきたいよね。そうなんですよ、すごいやっぱ思って、だからそのストーリーとかに、あの今回の運命コーナーイナディグニティとかの、なんかそのアプリ内のストーリーとかも、僕が前にこの MOR に出た時にマチコさんからアイルの話聞いた時に、やっぱ演者とストーリーがリンクするのってすごくいいなと思ったんで、そういうところもやっぱりお伝えした一つだったりするので、縁ですよ。いや本当そう思う、はい、神原くんと出会ってもう随分になるけれども、はい、まだまだ関係性が薄いので、ああそうですよ、濃くしていきましょう、これからいきましょういきましょう、ねえ、はい、とりあえずパンケーキ旅に行きますね、行きましょう行きましょうちょっとそんな話を外野でしてましたしてましたはい、というわけで来週5月31日からは私今井あさみとシンデレラガールズ龍崎香織役の春瀬夏美さんで番組をお届けしていきますよ。はい、再来週6月7日のゲストは作詞家の海田由里子さんです。またその次の週6月14日のゲストがシャイニーカラーズ七草日花役のしずきあずささんに決定しました、はい、海田さん、しずきさん宛てのメールお待ちしております。はい、なんか名残惜しいんですけどね。そうだね、そうなんです、このまま喋ってればいいんじゃない、いいですかね、カットされちゃうかもしれないけどでもまだおまけがあるんで、あ確かにおまけでたくさん、おまけなんかたくさんあのメールいただいたみたいなんで紹介しましょう、はい、はいはい、ではアイドルマスターミュージックオンザレディオ、今日のお相手はチャオ伊集院北斗役の神原大地と如月彩役今井あさみでした。バイバイもっと喋ってたいよこの番組は日本コロンビアと全国のプロデューサーの提供でお送りしました。